ヨハン・ライドネルは、エストニアの軍人。エストニア独立戦争が勃発した1918年から1920年、並びに1924から1925年、1934から1940年にかけてのエストニア陸軍、総帥。戦艦機エストニア市における、重要人物。ヨハン・ライドネルと、フィンランド陸軍総帥、フーゴー・ステルマン。 1938年、パリンにて、フィンランドとエストニアは、カオルアイ相互防衛条約の強化に向けた交渉を進めていた。ライドネルは、エイアーチ郊外のラジャノ城で生まれた。夏は、牧夫として働き、秋から春にかけては、教会学校に通う生活を送った。1901年陸軍に志願した。不評連隊に配属された彼の最初の認知は、 リトアニアのコ野ノであった。1902年、ライドネルはのウィルナ士官学校に入校し、後に妻となる、ポーランド人のマリアと出会った。1909年、サンクトペテルブルクのニコライ士官学校に進学した。ニコライ士官学校を卒業、ライドネルはロシア帝国軍中佐に任命される。ロシア帝国が崩壊するまでに、ライドネルは7つの勲章を獲得した。 エストニアに帰った、ライドネルは、エストニア軍第一師団の指揮を取り、エストニア独立戦争を戦った。この際、イギリスの支援によってエストニアは勝利し、ライドネルも、イギリスから勲章を授与された。1918年には、エストニア陸軍総帥に抜擢され、続いて少々に昇格した。1919年、ライドネルは、エストニア軍事学校を設立した。 1920年、ライドネルは正式に独立を遂げたエストニアの陸軍において中将に任せられた。陸軍総帥の座を手放した彼はエストニアオリンピック委員会などの政府系の団体に関与し始めた。国際連盟にもエストニアを代表して出席し、ドイツやソビエト連邦の拡張に際しても孤立主義を貫いたことで知られた。 陸軍総帥の座に舞い戻った1924年の12月、ソビエト連邦の支援を受けた共産主義者によるクーデターに遭遇したが、無事これを鎮圧した。1926年、ライドネルは国際連盟を通じて、モースル付近のトルコイラク間の領土紛争を調停した。ライドネルはイギリスとの縁が深かったが、当時イギリスの委任統治領だったイラクよりも、むしろ、 トルコ側の主張に配慮した。ライドネルはイギリスを威見していたが、朝廷の職にあたっては、中立的な立場を堅持した。1934年、世界恐慌の嵐が吹き荒れる中、主に独立戦争の退役兵によって構成される、極右団体、バプス運動がファシズムを要して、大衆の支持を獲得し、エストニアの体制を脅かしていた。国民投票によって承認された、 バプス運動が起草した憲法下で臨時に全権を有していた国労権首相コンスタンティン・パッツの要請によりライドネルは陸軍総帥に復帰したパッツは戒厳令を発しライドネルはパッツと協力してすべての政党活動を禁止した1935年大統領の地位についたコンスタンティン・パッツとライドネルとは国家防衛の必要性を強く主張し 中央集権的な憲法への改正を試みた。多数の自由主義者が投獄された。パッツは大統領令を利用して政治を行い、選挙は無期限に延期された。2回に分けて行われた裁判の結果、バプス運動の指導者たちは皆投獄されたが、パッツとライドネルが政権の基盤を固めた後に釈放された。1936年、ライドネルは イギリスをジョージ5世の葬式とジョージ6世の戴冠式に出席した。パッツとライドネルの改革には、大学における軍事教練の義務化と言論、出版の自由への規制が含まれていた。パッツもライドネルも自由主義者ではなかったが、エストニアを民主主義体制に戻すならば安定した政府が必要だという点では、意見が一致していた。そこでパッツはコーポラティズムを導入し、 各界を代表する有力者たちが民衆を指導することで世論を結束させ政府の安定性を高めようと試みた。エストニア国会、すなわちリーギコグの選挙は1938年に再開されライドネルは職権として国会議員も兼ねることになった。1939年2月ライドネルは大将へと進級した。1939年 ライドネルは近隣諸国の急速な拡張と兵器の改良を背景に陸軍の装備の近代化と改良、そして徴兵の拡大を求める計画を政府に提出していた。9月28日、ソアイ相互援助協定が締結された。この条約はソビエト軍がエストニア領内に軍事基地を建設することを認めるものだったが、ライドネルはこの条約に反対し、 徹底抗戦を主張した。ところが、1940年6月17日、大統領パッツの決断により、エストニアは戦わずして、ソビエト連邦に占領されることを選んだ。ソ連当局は、エストニアの指導者を、次々と逮捕し、その類は、ライドネルにも及ぼうとしていた。ライドネルと、妻マリアが逮捕される数時間前、二人の自宅を、アメリカ領事上ミレートその妻、 イレナが訪れた。イレナの著書によれば、マリア夫人は彼女に、この家も庭も、もう、私たちの刑務所も同然なの。いつ逮捕されるのかと怯えて暮らしているわ。でも、私は、今までの満たされた幸せな生活に感謝しているの。だからこそ、次は、私が運命を受け入れなきゃならないのね。と語った。 ライドネルは逮捕されたが、ソビエト連邦による処刑から免れた数少ない指導者の一人となった。しかし、その代償として、シュベリアへ追放された。週刊中の1944年、ライドネルは、普通の辞書を手に入れ、その余白に遺書を認めた。遺書は、祖国エストニアよ、誰が何を言おうと、何時をこよなく愛している。との言葉で結ばれている。 共産化されたエストニア政府もモスクワにライドネルの釈放を懇願し続けたが、1953年5月14日、ブラディーミル中央刑務所にて没した。ライドネルの死後、彼の妻マリアも釈放された。しかしマリアがエストニアに帰ることを許されたのは、彼女が70歳の誕生日を迎えてからであった。エストニアの人々にとって、喜ばしいことに、ライドネルの自宅や遺品は、 その多くが保存されている。これは、ライドネルがヨシフ・スターリンよりも、わずかに長生きをしたからである。スターリンは生前、エストニアが独立国であったことの痕跡を消すために、NKVD に命じて関係するものは皆処分させていたのだ。生涯のうちに、ライドネルは奉仕と武勇に対する勲章を、エストニアのみならず、イギリス、ロシア、ラトビア、リトアニア、フィンランド、 フランス、ポーランド、スウェーデン、そしてドイツから獲得した。これらの勲章は共産党に支配されたエストニアから密かに持ち出され、アメリカ陸軍によって保管されていたが、2004年、公式にエストニアに返還された。ライドネルの記念碑は彼の生誕の地に近いエイアーチ町に設置されている。2009年、ライドネルのエストニア独立戦争における功績を たたえて郵便局は記念切手を発行した。ありがとうございます。